旧エルキントン銀メッキ工場ジョージ・リチャーズ・エルキントンはイングランド・バーミンガムの製造業者。エルキントンは商業的採算が取れるものとしては最初の電気メッキ技術の特許を取得した。エルキントンはバーミンガムでメガネ製造業者の息子として生まれた。おじたちが経営していた銀メッキ事業に入って都手修行をした後、おじたちが死去したために その事業を一人で継承することになった。後には、いとこであるヘンリー・エルキントンとの共同経営に移行した。当時、電気メッキについての科学的知識はまだ、方画的な段階にとどまっていたが、エルキントン家はいち早くその将来性を認識した。バーミンガムの外科医、ジョン・ライトが電気メッキに用いるシアン化物の中から、 シアン化銀溶液の有用性を発見した1840年の時点でエルキントン家はすでに金属加工への電気の応用についていくつか特許を取得していた。エルキントン家はライトが発見した処理法の権利を買い取って特許を得、その後に開発された様々な処理法や技法の改良についても権利を取得した。 1843年にはベルナーフォン・ジーメンスの最初の発明である金銀メッキ処理の改良についての特許を買い取った。1841年、エルキントン家はバーミンガムのジュエラリークォーターにあるニューホールストリートに新しい電気メッキ工場を開設した。翌1842年にはペン製造業者のジョサイア・メイソンが事業に加わって製品の多様化を進め、 同社が製造していたほとんどの宝飾品や食器などにより安価な技法によるメッキが施されるようになった。ビクトリア朝時代になると電気メッキは大成功を収め、1880年には1000人の従業員がニューホールストリートの工場で働き、さらに6カ所の工場が稼働していた。旧科学産業博物館のブループラークエルキントンを記念したブループラークは バーミンガムのニューホールストリートに残る旧エルキントン銀メッキ工場の建物に掲げられている。この建物はその後科学産業博物館に転用されたがすでに博物館は閉館している。エルキントンは1825年にメアリオースター・バレニーと結婚し溶接したものを除いてフレデリック、ジョージ、ジェームズ、アルフレッド、ハワード、ハイラ、 そして女の子エマと、合わせて7人、6男1女の子供たちを設けた。妻、メアリオ・オースターは、1858年に没し、セリーオークの聖メアリー教会の敷地内に埋葬された。1860年、エルキントンは、マーガレット・モーガン・ジョーンズと再婚した。現在、セリーオークの聖メアリー教会には二人の妻と、エルキントン自身を記念した。 ステンドグラスの窓が設けられている。ジョージ・エルキントンは、この教会の建設にあたってかなり大きな額の献金を寄せていた。ありがとうございます。